はい、本日はやっとメインのストーリーが見える時が来たということで、まあ2話3話と見ていこうと思います。で、どうしたの？阿久津。で、何を？全然疲れ見せないもんね、阿久津さんって。ね。龍馬も龍河もなんか行方不明とか言ってたのね。確か、トイレの真ん前にいたっていうのは前の話か。ほんとどこ行ったんだろうね。そういえば前回、いないみたいなこと言ってたけど。おい、何、思い当たる節あんの？そのうち戻ってくるでしょじゃないのよ。でも確か迷子になってそれ以降戻ってこないんだっけ。なんやろ。いませんよ。確か迷子ちゃんになったとかなんだとか。そうだね。ほら。やってくれるの金ちゃん。なあ、もっともっと。全然金ちゃんを衰えを見せへんな。なんか珍しい組み合わせ。金ちゃん疲れて。うるせえな。お二人とも全然疲れを見せないよね。確かにもう二人とも元気ですね。おい、確か越前兄弟がなんか戻ってこないとかなんだとかで。あらら、マジっすよ。ほう、結局どっちなんだ。なるほど。そんな感じか。1年ぶりってなるとは。そうだね。じゃあそんな前か。あの時って、多分黒ジャージになった時なのかな、多分。薬って多分そのことだろうな。確かにあの試合が徳川さんにしびれを与えたのかと。それだけ偉大な方なのかな。まあそうは思いたいよね。確かに。結構徳川さんがね、
戸田川さんなしでは多分龍馬さんも共に試合できてないと思いますし。ああ。そうなんだ。そうだね。うん、なるほどね。まあそういう経緯があったのか。はあ。さて。さあ、どうなるのでしょうか。で、ここで試合か。一切負ける気がしない。はい。おお、何でも抜けた。はい。目指すやつばかり、目立ちたがるやつばかりが、群れたところで所詮頭は一人だ。強いやつを増やすより肝心なのは、弱いやつを減らすこと、そういうことだ。さらほうあげてゆけ、 Pilots of War。 勇気がないなら散れ、登せ上がるな、怖っ。よし。うん、さあどっちが勝つのかな。ねえ、本当に兄さんだよ。あ、アメリカで、あー、そっか、学校も確かアメリカの方行ってたんだよね。なんとか思い出せないのか。はい、はい、これにて以上にいたします。これ多分龍馬さんが合宿場を出た後のストーリーだと思われる。まだわからないけど。ということで、はい、明日は4話5話と見ていこうと思います。チャンネル登録お願いします。